パンフォーカス。パンフォーカスあるいはディープフォーカスとは、写真、または映画の撮影において、被写界深度を深くすることによって、近くのものから遠くのものまでピントが合っているように見せる方法、またはその方法により撮影された、写真、映画のこと。絞りを適切に絞った上で、焦点を無限遠よりも手前に調整することによって、実現される。パンフォーカスは、和製英語であり、 英語ではディープフォーカスなどという。対義語はボケ表現。右上の写真では手前のバラから奥の洋館まで画面のすべての位置のピントがあって見える。これはパンフォーカスの写真である。一方、右下の写真は手前のバラにはピントがあっているが背景はボケている。このような写真はパンフォーカスではない。分野的にはパンフォーカスは 風景写真によく用いられる。また、パンフォーカスのスナップ写真も存在する。これはピントを合わせる時間が節約でき、シャッターチャンスを逃さないという利点がある。逆にあまり、パンフォーカスが用いられない分野としては、花の拙写、女性のポートレート、柔らかい表現が求められるなどがある。また、被写界深度が浅い長望遠レンズで、 速いシャッター速度が要求されるスポーツ写真では、結果的に背景がボケたものが多く見られる。パンフォーカスの写真を撮るには次の3つの方法が用いられる。大型センサーカメラでは、レンズの焦点距離が長く被写界深度が浅いため、特別に小絞りにできるように設計されており、F64、F128 といった絞り値が使用できる、絞り込むことで、 パンフォーカスを得ることができるほか、煽りを使って、被写界面を傾け、ピントの合う面を地面などに沿わせて、疑似的なパンフォーカス描写を得ることもできる。携帯電話に内蔵のカメラやレンズ付きフィルム、トイカメラなど安価なカメラでは、ピント合わせ機構を省略した固定焦点レンズ付きのカメラがあるが、これは広角レンズに固定絞りを入れたレンズを装着して、 常にパンフォーカス撮影となるように設計されている。このような構造のカメラは、主に近距離、中距離でのスナップ撮影を意識して設計されているため、ピント合わせができるカメラと比べると無限遠のピント精度が落ちるものが多い。ただし、通常は大伸ばししなければ、ピントが外れているように見えることはない。これらのカメラの実際のピントは、3メートル前後に、 合わせられていることが多い。オートフォーカス普及以前のマニュアル操作の普及機において日中ならパンフォーカスで撮影できる距離とマニュアル絞り機であれば適切な絞りつのところに分かりやすい印がつけるなどされているものがあった。手軽に失敗なくほどほどの品質の撮影ができる工夫であった。一般に被写界深度はフィルムまたは撮像素子 CCD シームスなどのサイズにも影響されると言われる。これは、フィルムや撮像素子のサイズ自体の性質によるのではない。これは、同じレンズを使った時、サイズが小さいほど画角が狭くなる、APS-C で約1.5倍、フォーサーズで2倍などため、例えば35ミリフィルムの場合と同じ画角にしたい、時には、焦点距離のイレンズを用いなければならなくなるからである。特に、 コンパクトデジタルカメラや携帯電話付きのカメラの撮像素子は非常に小さいものが多いので非常に焦点距離の短いレンズが用いられる。このためパンフォーカスになりやすいのである。逆にボケ表現には向かない。デジタルカメラでも例えば 35mm 半より撮像素子の大きな中盤カメラの場合同じ画角を得るためには焦点距離のより長いレンズが必要となるため ボケの量はより大きくなり、より大きく絞り込まないとパンフォーカスにならない。したがってデジタルだからといってパンフォーカスになりやすいということは言えない。映画においては絞りを絞ることにより一つのショットのアクションの多岐に渡ってピントを合わせることができる。多くの重要なアクションが奥行きの異なった焦点で同時に起こることを可能にし、シャローフォーカスとは正反対である。 シャローフォーカスではカメラに最も近いただ一つのアクションのみに点があっている。もっともその他のアクションもぼやけてはいるが見ることができる。パンフォーカスでは観客が数多くの可能性と選択肢を手にすることができるため映画におけるリアリズム技法の一つとみなされてきた。とりわけロングテーク、長回しと共に使われる場合はそうであった。その反面、パンフォーカスは 観客がそのショットあるいは未然せぬ画面上の構成の数多くの異なった地点に眼差しを向けることを可能にする。パンフォーカスは初期のサイレント映画で用いられていたがフィルムストックの質が変化したためこの技法を利用するのが困難になっていた。しかし1930年代になって初めて撮影監督のグレッグ・トーランドが 演劇的なルックを求めたウィリアム・ワイラー監督の要望によってパンフォーカスの先駆的な仕事を成し遂げた。また、ソビート連邦、当時のエーゼンシュテイン監督、エドワルド・ティッセ撮影によるメキシコバンザインにおいて1931年にパンフォーカスの技術が採用されており、これが世界で最初にパンフォーカスを技法として利用した映画作品と唱える説もある。しかし、 屋外撮影でのみ利用されていることや、もともとはハリウッド資本で制作された、この作品が日の目を見たは1979年になってからであることなどから、パンフォーカスを用いた講師の作品として論及されることは少ない。そもそも、絞りを絞って撮影すれば、明瞭に焦点が長くなるのは分かっていたが、そのためには、特に屋内の撮影ではより感度の高いフィルム、 十分な証明が必要であったが、グレッグ・トーランドは、嵐が丘、1939年で初めて、ミッチェル BNC カメラを用い始めると、この技法の開発を始めていた。特に、市民権、1941年でのパンフォーカスの教科書的な仕様は、今日でも引き合いに出されるほど映画史的には有名である。ヒッチコックや黒沢明も、好んで用いたことで知られている。 黒沢の独特なパンフォーカス撮影については黒沢明を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。